普通に胸クそ悪い平野氏、要質問への回答で連日金プリに弱わせに苦言。古巣のに弱わせそうすぎた日本の人気アイドルグループ、キングプリンスから脱退し、ジャニーズ事務所も退場した平野潮と神宮寺勇太。彼らは滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、飛べ、への合流を発表し、再出発を果たしました。 交流発表から一週間以上が経ち、平野と神宮寺は日々インスタグラムを更新し、質問にも回答するなど、ファンサービスを展開しています。しかし、彼らの回答には、金プリ時代を連想させる要素が多く含まれているようで、一部のファンからは、金プリに弱わせ、だとして苦言が寄せられています。例えば、カボチャの馬車、や、ハピーニス。 といったキーワードが含まれる質問に対して、平野がそれに関連する回答をしたことがあります。カボチャの馬車はキンプリの代表曲であるシンデレラガールを連想させるキーワードです。実際にカボチャの馬車のペンライトがオフィシャルグズとして販売されたこともありました。また、ハピーニス。 は、嵐の楽曲にも同名の曲がありますが、多くのファンは、キンプリの楽曲、A Little Happiness を指していると解釈しているようです。さらに、平野はインスタグラムで、俺の芸歴11年の培ったポージング、そう、ピースです。芸能界にいて一番の得意ポーズが、そう、ピースです。と投稿しました。 この投稿についても、ファンの間では、キンプリが8月16日にリリースするオリジナルアルバム、ピースへの匂わせではないかと話題になりました。この投稿を見たファンの中には、メンバー同士の絆を感じるものもいたようです。しかし、このようなキンプリに関連する回答や投稿に対しては、ファンの間で複雑な反応が見られます。 現在のキンプリは橋山と長瀬角の二人で活動しており、岸優太を含めた三人が脱退した際には、ファンの間で意見が分かれることもありました。平野と神宮寺が飛べに合流し、かつての古巣への匂わせを連発している状況について、SNS ではファンから苦言も寄せられています。一部のファンは、 彼らが金プリの匂わせをすることに疑問や不快感を抱いているようです。一人のファンは、神宮寺と平野はやめたのにいつまで金プリ匂わせするの質問箱の金プリの曲名いじり何その質問わざわざ拾う意図とはやめてください。普通に胸クソ悪いです。二人は二人でやっていってください。もうあなたたちは金プリではないので、とコメントしています。 また、別のファンは、平野神宮寺へ、退場2ヶ月もせず金プリに弱わせはまだ早いよ。2ケラ3年経って忘れかけた頃にして、ようやくエモいやつよ、と述べています。これらのコメントからわかるように、ファンサービスが過剰になると、批判を浴びることがあるようです。平野と神宮寺は、金プリの過去に触れることは許されるとしても、 曲名や歌詞に対する敬意が欠けていると感じられ、ダサいと評されています。ファンの一部は、彼らがキンプリ時代の思い出に触れることには何ら問題がないとしても、その方法や表現については改善を求めています。平野と神宮寺は、自身のアイドルとしての新たな道を歩んでいく中で、キンプリの過去とのバランスを取ることが重要であると言えるでしょう。 ファンの感情や意見は多様であり、一部のファンの意見に従うだけでなく、広範な視点で彼らの行動を考えることが大切です。平野と神宮寺は、ファンの期待に応えつつ、新たなチャレンジに向かって歩んでいってほしいと願います。